はい、こんにちは、しげわじです。朝空手ですね。朝早朝起きてね、空手の小武道のね練習してんですけどね。それでまずはストレッチしてからですね、朝5時にね起きてね、それから毎朝やってるんですけど、まだ日が出てない時間帯ですね。それでこの練習してるのがですね、そもそもですけど、シギっていうね、大会、世界大会がねこれから行われるということでですね、試しにね審判の前でですね、空手世界大会、小武道のね世界大会をする前にこの練習をするっていうことでですね、この審判のね審査の基準を作るってことでですね、私選ばれまして初めてのね試みなんですけどね。それで今肩彩のね彩の部で小武道の彩の部でこの試技って言ってみんなの前でやるってことでですね、一生懸命練習してます。でやってる方がですね、チャタンヤラの彩っていうのがあるんですけど、チャタンヤラの彩っていうのがね、この帯にね彩をね、小武道のその彩というこの今持ってるやつのね差し込んで、それからねスタートするっていうね技がある。今刺したんですけど、これをね居合術みたいにいやーってこの引っこ抜いて最初スタートするっていう、そのためにねこの帯してます。でね、それ以外のね方はねこうやって帯にね刺すっていうのが多分ですけどないんですよね。型っていうのはたくさんあるからね、ちょっとどうかわからないですけど、まあその型と2個のね型を今浜比嘉の彩っていうのとね、チャタンヤラの彩の2種類のね型をね一生懸命練習してます。こればっかですね、ひたすら大会で出るようにね、本番で出るかのように練習しとけよみたいな感じでね練習してるんですけどね。で結局この空手大会のね試技の方はね、オーバーリアクションということで、ね、めちゃめちゃ点数低かったです結果ですけどね、まあ私肩とかねオーバーなんですね。まあアクションは映画みたいにね、もうオーバーすぎるということでですね、もうめちゃめちゃ点数低くてね、まあそれでやっぱね空手の小武道の方はね、ちょっとあんまオーバーにやるとダメらしいですよ。気合とかもねすごいめっちゃのの気合とかね、あんまり大きい声出しちゃダメらしいですね。ちょっとなんかすごい基準だなと思ったんですけどね、まあ、迫力ある方がいいかなと思ってねやってたらね、オーバーじゃダメってことでね、もう失格までいかなかったんですけど、そんな感じでした。しげおやじでした。ありがとうございました。さよなら、さよなら、さよなら。